山陽鉄道1200型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道院に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は1896年に万端ンン鉄道がアメリカ合衆国のボールドウィンロコモティブワークス社から2両を輸入したもので1903年の山陽鉄道への事業上と編入を経て1906年の鉄道国有法による買収により 間接鉄道席を得たものである。車軸配置2から4から2、2気筒端式、飽和式の小型タンク機関車である。先は、重輪は、ビッセル式先台車で指示され、軸箱、軸バネは、車輪の外側に露出している、日本路上機機関車の一軸台車では、珍しい構造であった。ボールドウィンにおける、企画番号は8から181、4C で、 製造番号は14,665、14,666である。万端鉄道では L2 型と不満されたが、山陽鉄道では21型となり、番号は空番となっていた1、2の2代目とされた。国有化後はしばらく山陽鉄道時代の形式番号のまま使用されたが、1909年の鉄道員車両消防規定の制定により、 200型と改められた。万端鉄道から山陽鉄道時代にかけては、主に姫路で入れ替え用に使用されていたが、国有化後に多度津に移された。1917年10月に東の鉄道に建設、開業用として払い下げられ、A 型となった。ここでは、輸送実態に合致して、長期間にわたり愛用され、には1961年のディーゼル、 機関車導入により、余剰となり、廃車解体されたが、1は、路線が廃止となった1968年まで、予備車として在籍し、ファンにもおなじみの存在であった。初代1、2は、関節鉄道 A8 クラスの同等品であったが、1898年に、東武鉄道及び南海鉄道に、譲渡されていた。形式図や2の、 ナンバープレートに記された形式は 1K であるが、認可申請等の書類は全て A 型である。ありがとうございます。